リボン作りの2回目です。よろしくお願いします。リボンの方を作っていきます。白い布をこのぐらいまでこう折っていただいて、半分よりもちょっと出るぐらいまで折ります。で、この端っこのところにボンドを乗せていきます。で、折り返して1センチぐらい重なるようにして、このボンドの上にこちらを乗っけて、でここくっつきましたら、今度は真ん中まで折って、真ん中の印をつけます。ここ真ん中なんですけども、ここ真ん中なんです。真ん中に1センチ、真ん中から1センチぐらいのところまで折って、ここにボンドでくっつけていきます。でこちらも同じように真ん中まで1センチぐらいのところでボンドをつけて折っていきます。で、ここ空いてしまうのでボンドでちょっと留めておいてください。これをリボンにしていきたいと思います。ちょっと難しくはないんですが、ややこしいので書いてみたんですが、これがこれだとして、ちょうど真ん中がこの真ん中の赤い線です。で、こう一回折っていただいたら真ん中が分かって、ここです。で、ここまでの間に谷折りと山折りが1回ずつ入ります。谷折り、山折り、でここで谷折り、でここが山折り、谷折りっていう形でリボンの形にしていきたいと思います。リボンの形になります。で、こっちがくっついてないので、この中にちょっとボンドを入れて、こっちでもしっかりくっつくようにしておきます。で、洗濯バサミで挟んでおきます。はい、赤い方も同じようにしていきます。赤い方も終わりました。次は赤の小さい方の生地ですけども、これは真ん中で線をつけて、この真ん中の脇にボンドを塗って、で1回ずつこっちとこっちで1回ずつ畳みます。で、あとは端にボンドを塗って、で閉じてしまいます。はい、これだけです。次はリボンを仕上げていきます。白いリボンがこう上に来て、赤いリボンがこう下にくっつけたいんですけども、ちょっと白の方が上に来るような感じでこうしたいので、ちょっとずらしてここでくっつけます、はい、こんな感じでちょっとだけ白の方が手前に出てる感じです。で、これをこれでここ巻いていきます。余分なところカットします。でつきました。次にフェイクレザーです。直径3センチぐらいに2枚切ってください。で、そのうち1枚に真ん中、
この1センチぐらいに切り込みを入れてください。ちょうど真ん中あたりに1センチぐらい切り込み入れます。で、それの裏側の面からパッチンピンのこの後ろの方を通していきます。はい、こんな感じです。で、これとパッチンピンを固定するのにここにグルーを乗せて貼り付けていきます。はい、こんな感じになりました。で、もう一枚のフェイクレザー丸く切ったものをここにもう貼り付けてあるんですが、ここもグルーガンでペタッと貼ってあります。一枚ここにペタッと貼ってあります。で、ここにパッチンピンをこういう風につけていきます。ちょっと多めに伸ばして、これをこのようにつけてください。で、ちょっと厚いんですが、この端と端がしっかりくっつくような感じで押さえてやってください。リボンをつけていきます。これ30センチぐらいあります。これのだいたい真ん中を埋めて、リボンにちょうど真ん中あたりが来るようにリボンの真ん中にこう置きます。はい、で、置いたらまたその上にグルーを伸ばして。畳むような感じで、この長さは自分で可愛いなと思う感じで調節されてください。で、反対側も同じように、はい、こんな感じです。次は下がりです。下がりなんですが、さっきご紹介したよりも紐がちょっと長い方が良かったので作り直してます。ちょっと長い紐で作り直しました。で、これが18センチぐらいあります。この全部 でこの部分でも8センチぐらい取ってます。ここが上からここまでで8センチぐらい取ってます。これでも全部で13-14センチあります。で、これを上に乗せて固定していきます。まずここの部分切ってしまいます。で、お花を置きながらちょうどいいバランスのところでつけていってください。このぐらいかなですね。だいたいここから ここまでだいたい5センチぐらいあります。で、さらにこの上にこれを固定していきます。固まってきたらこの部分切ってしまいます。はい、上がりました。今回初めてのリボンも可愛くできたんじゃないかなと思います。ちょっと下がりの長さなんかも間違えたところあったんですが、はい、ご視聴ありがとうございました。